ばんは。すいません、ちょっと扇風機に吹かれてます扇風機に吹かれてます。公演ありがとうございますカット。今日さ、ずっとさ、はるかみたいなことしちゃった。え、今日さ、あれも見て、 DMM のさ、最後のコメントも「ありがとうございますカット」ってやってるから見て今日の公演の DMM 配信されたら見てね。昨日のね、夜ね、ママにシャインマスカット一房もらって、それを昨日の夜じゃ食べきれなかったの。食べきれなかったから今日の朝も食べて、今日は朝からね、朝からずっと言ってたよね、朝から、朝のチャットからおはようございますカットって言ってておはようございますカットって言ってて、でなんか公演の時の自己紹介 MC でも頑張りますカットって言ってて今日の公演もありがとうございますカットって言ってましたありがとうございますカット。朝から今日の公演でやろうと考えてたんでバレました。え、そうなんですよ。でも絶対滑るなっていつものはるかを見ていたら分かってたから絶対に滑るなって思ってたんだけど、なんかそうじゃなかったんだ、みんなはるかだったから滑らせてたんだ今までと思って私がやっても滑らなかった。みんななんか優しくわーって言ってくれた。そうか、今まであれってはるかだったから滑ってたんだマスカットマスカット言ってたね。そんなこと、そんなことありましたね。それは滑ってこっちは受けてくれて優しい。みんな推しを滑らすわけにはいかねえ。ありがとう、みんな優しい今日ちょっとだからねテンション高めでしたね、マスカットのおかげで。だから DMM の最後のコメントも見てね。その後のはるかわかる、面白かった。なんであんなに違うんだろう、面白かったね。え、そう、今日ね公演前にねマツパに行ってきたの。見てほしい、見て、めっちゃまつげ上がってるでしょ。めっちゃ上がった。すごくない？まつげギュインギュイン。今日行ったばっかりだから。そう、今日朝マツパ行って一旦帰ってきてお家でサイン書きしてからもう一回公園行ったのそうなんですよ、頑張りました。しかもね今日ねカラコンね新しいの初めてつけた。なんかカラコン新しいの買ったんですよ最近で、昨日夜中ずっと私ねカラコンね何種類か買ってこう箱に全部詰めてるので、カラコン買ってこうパキパキパキって全部さ折ってあの重ねて並べるっていうのを昨日深夜1時にやってた昨日深夜1時に届いたカラコンを全部開けて全部並べてって、そうで今日はその届いた新しいカラコンをつけました。あのイコラブのミリニャさんのプロデュースのミリニャさんがプロデュースでイメージモデルをナータンさんがやってるやつ買ったんです。多分まだ出たばっかりだよね、最近発売されたばっかりなんですけど買ってみた。
めっちゃ良くない？なんか自然、あんまりなんかカラコン感がそこまでないというか、めっちゃ目は黒目は大きくなるんだけど、なんか色が多分私にめっちゃ合ってて、なんかあんま浮いてない、なんかいかにもカラコンつけてますみたいな感じにあんまりならなくて、個人的にはめっちゃ良かった。良くない？結構自然な色味でいい感じでしたそうだから今日はまつげもバチバチだったし、カラコンもね結構しっかりクリ系のカラコンだったから、もういっぱい今日は目からビームを出してきましたいっぱい目からビーム出してきて、そう、それでね今日もねすごいねたくさんお司祭をね見つけられてね、そうなんかあの偶然連番になっちゃった人とかもいて、偶然連番になっちゃったゾーンも何個かあってすごい並んでたんですよ。であとなんか今日の公演はすごいお友達を連れてきましたみたいな方が多くって、な 2,3 組ぐらいいたんだよね多分、今日友達連れてきましたみたいな方がいらっしゃって、でその中にその私のファンの方もなんかそのお仕事のお友達を連れてきましたみたいな人がいらっしゃって、そうで一部の時は全員に紫黄色を振らせててそうだから横なんかね3人ぐらい連れてきてくれたんだよね、なんか4人ぐらい横4人全員紫黄色を振ってくれてて、すごい振らされてるんだろうなって思って見ちゃったでも嬉しい、めっちゃ友達をね連れてきてくれる、新しく NGT をこう好きになってもらえるように連れてきてくれることもすごい嬉しいし、うん、そうでも2部になったら色変わってたそうだから多分1部はとりあえず紫と黄色を振っておいていただいて、で1部を通してこう好きになったメンバーの色を多分2部からはその色を教えてあげて多分振ってたんだと思うんだけど、ちょっと面白かった。1部までは4人こうやって並んでたんだけど2部からはそれぞれ好きな色を振ってましたでもねそれぐらい、まあ1部の公演を通してこう多分いろんなメンバーを見てね好きになってくれた、興味を持ってくれたってことじゃないですか。まあ私の主催ではなかったんだけどそう私の主催ではなくて、私の主催を振ってくれてたのはその呼び込んだ人だった。もともと私のことを好きでいてくれてる呼び込んだ人だけはその紫黄色のままだったけど、あとはみんな色変わっちゃってたまあ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 、でもねまあまあまあ好きになってもらえただけで、 NGT のことその私じゃなくとも興味を持ってもらえただけでありがたいことなのでね、お友達とか連れてきてくれてすごい嬉しい。そうめっちゃいたんだよね今日、そうなんか同僚連れてきましたみたいな人がそう何人かいらっしゃって、で今日ねやっぱさすごい最近平日の公演6時半開演になったのもあるのか、そうスーツ着てる方めっちゃ多かったよね。そうなの、お仕事帰りの方なのかなみたいな、スーツ着てらっしゃる方もすごい多くって、そうなので、それでその私のファンの方でそのお友達を連れてきましたみたいな人も多分お仕事のお友達だったか、全員スーツでそう全員スーツでそう連番してきてくださってたりとかした、なんかの研修かと思った。でもさすごいそれぐらいさスーツの方めっちゃいらっしゃったよね。そうなんですよ、でも嬉しいねお仕事終わりとかにね、だってお仕事終わりって疲れてるじゃんみんなね、それなのに来てくれて嬉しいね、ありがとうございます。そうでも本当にねなんか今日もお司祭をいっぱい見つけられたのでとても嬉しかった。でも今日はね上下はそんなに多くなかったんだけど、真ん中ブロックがねすごい多かったです。お司祭が嬉しい、なんかこの辺とこの辺がなんか連番になってたたまたま連番が2つぐらいあって4人ずつぐらい並んでて、であとはこうチラチラチラっと支え振ってくださる方と、そうとあとお友達連れてきてくださった方と、そうすごいいっぱいお支え見つけられました。
確かに生誕ティー来てくださってる方も多かったね。多かった、嬉しい。だってさ、そういう方もさ、きっとお仕事終わりとかに来てくださってる方も多いわけじゃん。お仕事終わりにわざわざさ着替えて行くとかさ、そのお仕事終わりに公園に行けるようにさ、もう職場に生誕 T シャツを持って行ってる可能性だってあるわけじゃん。いや、ありがたいですね、本当に。ありがとうございます。そう、でもさ、本当になんか今日とかもそうやって新しくね、お友達を連れてきてくださった方とかがいらっしゃったりしたから、したし、なんかこの前のファン総会でもなんかそのなんだっけ、ガッタファンに入会している方の同伴の方は無料で劇場に入れますみたいな、それがちょっといつからになるかわからないけど、なんかそうやってね、なんかこれからどんどん公演に興味を持っていただける方が増えたらいいなって思うし、うん、フォローしました、ありがとうございます。だし、なんかすごい、私は今劇場公演めちゃくちゃいっぱい全部に出させていただいてるんですけど、そう、でもさ、公演だってさ、考えてみれば10人しか出られないわけじゃないですか、今のリバイバル公演って。なんかそれって結構フェスとかと同じ感じ、まあその劇場はホームではあるけど、考え方としてはフェスと同じだと思っていて、その10人しか出られないけど、その公演に興味を持って新しくこう好きになってくださる方で来てくださる方もいらっしゃるってことだから、なんかそう思うとさ、その人にとってはさ、その初めて入ったその劇場が NGT48 の全てになるわけじゃないですか、初めて見た劇場で。そうなった時に、その劇場に出てる人たちっていうのは、それが NGT の全てではないじゃん、本当は。限られた10人しか出てないわけだから、そう思った時に、なんか例えばその人がたまたま見たその公演がなんかあんま良くなかったなって思われちゃったら、それって結構グループの責任というかになっちゃうから、なんかそうじゃないよなって、ちゃんとそのどの公演であってもなんか見た時に、あ、 NGT ってすごいなって、そのたまたまその10人の中の1人だったとしても、なんかその後グループをさ好きになってもらえるかっていうのがすごい大事だと思うから、なんかフェスのメンバーに選ばれるとかと一緒で、その公演一回一回ってめちゃくちゃ大事だと思うし、その人にとっての NGT の印象になるわけだから、めちゃくちゃ大事だなって思うし、なんかその人が見た NGT がちゃんとさ、なんか好きになってもらえるように、その公演に出てる代表としてすごい頑張りたいな。自分自身はさ、もうめちゃくちゃ公演出てる中の1回かもしれないけど、その1回の中でも初めて公演を見てくださる方っていうのが絶対にいると思うから、なんかそうなった時に自分のせいでさ、グループに興味を持ってもらえないってなったら、それはすごい悔しいことだなって思うので、だからね、本当に一回一回ちゃんと大事にしたいなって思うし、なんかこう新しく初めて公演に来てくださる方とかがなんか増えてくる、これからね増えてくるだろう、連番とかもできるようになって増えてくるからこそ、なんか改めてそこってめちゃくちゃ大事にしたいなって思ってます。ずっとこのゴミが気になってた。うん、って思いますね。っていうのをすごい今日公演やってて思ったし、そう、でもその中でもさ、もうなんか毎回のように来てくださる方もいらっしゃるわけだから、なんかそういう方にもその一回きりで飽きられないようにするためにもめちゃくちゃ大事じゃないですか。だからなんか改めて一回一回の劇場公演ってめっちゃ大事にしたいなって思ったし、なんかそれって結局自分にとってもめちゃくちゃチャンスだから、そう、だってさ、そのさ公演の中のさ10人がさ、その公演をその時公演見た人にとっての全てなのであったらさ、結局その10人の中からじゃあ推し誰にしようかなって選んだりするわけじゃないですか。でもそのさ10人の中にすら入れてなかったらさ、自分にそのチャンスないってことじゃないですか。え、って思ったらさ、めっちゃチャンスだと思うんだよねっていうか、
何としてでも公園ってめっちゃ出たいなって思っちゃう。うん、だってめちゃくちゃもったいないじゃんね、そんなのさ。10人しか出られないんですよ。10人しか出られなくて、その10人の中で推しメンを選ぶかもしれないさ、機会なのにさ、その機会を一回一回さ失っちゃうって思ったらめちゃくちゃもったいないって思っちゃうから、なるべく公演はいっぱい出たいと思っている思ってます。はい、そう。でもね、次がもう土曜日と月曜日で昼夜公演なので、うん、祝日だしね。そう、土日、土曜日と祝日でお休み、世間のお休みの日だから、きっとね、その平日とかはお仕事とかで行けないよっていう方もきっと来てくださると思うから、結構今週さ平日も多かったじゃん、火曜日と木曜日とずっとやってきて、一日おきに公演あって、やっぱ平日公演ってどうしてもね、ちょっと見に来てくださるファンの方が少なかったりするんだけど、でもきっと次は土日祝日でお休みの日なので、来てくださる方もたくさんいてくださるといいなと思って楽しみにしてます。頑張ります、カット頑張りますね、すごい。でもね、私はね、なんかこの見に来てくださるファンの方が少ない公演もめっちゃ好きでなんかそりゃあいっぱいに越したことはないかもしれないけど、それもちろんいろんな方に見に来てほしいし、それに越したことはないんだけど、でもそれはそれで好きなんだよね。なんかさ、改めてその劇場に足を運んできてくださる方のなんかありがたみとかもめちゃくちゃ感じるし、ゆっくりじっくり一人一人になんかちゃんと目を合わせられるみたいな、なんかね、もちろんいっぱいいてくださる方がすごいこっちもさ嬉しいし、やっててまあ楽しいなって思うんだけど、多分テンションもね皆さん上がったりとかしてなんだけど、なんかさ落ち着かないのね、ちょっとなんかずっとさ見られてるじゃないけど、ないや見ててほしいんですけど、ずっと見ててほしいんだけど、なんかその見られてる数に対して自分の目が足りてないっていうか、なんかちゃんとみんなにレッスン遅れてるかなってちょっと不安になっちゃうんですよね。そう、でもなんかこう少人数の公演になると一人一人とゆっくり目合わせられるし、それこそ自分のサイリウムを振ってくださってる方だけじゃなくって、といろんなところに視野を広げられるからそれはそれですごく好き、うん、ずっと見てるよ、ずっと見てるよめっちゃ言われる、ありがとうございます。いや、ずっと見ててほしいんだけどね。なんかさ、こうたくさんいらっしゃるとやっぱりその中でも自分の主催振ってくださってる方とかにやっぱレスが集中しちゃうから、そう、なかなか他のファンの方までっていかないんだよね、1公演通して。そう、でもすごい、まあ、人数が少なかったら少なかったですごい視野が広がる、もっといろんな方になんかレッスンを送れるなって思うから、それはそれでなんかあとアットホームな感じがあって私はすごい好きです。まあもちろんこれからすごい増やしていきたいけど、ね、やっぱ悔しい気持ちはあるので、これだけね座席があって、そう、座席があるのにそこ埋められないね気持ちも、まあ悔しさもあるし、まあ、そのファン総会で2025年ときめっせを埋められるようにとかっていう話もしましたけど、現状劇場公演すら埋められてなくて、なんか大丈夫かなって思うところもあるし、もちろん悔しい気持ちもあるんだけど、でもなんかそれでもさ、その時にしか来られないファンの方もきっといらっしゃるだろうから、
どれだけ人数が少なくってもなんかやる意味がないなんて思ったことは一度もないし、その時をさ楽しみにして来てくださってるわけじゃん。その公演に来てくださってる方、その全体としての人数は少なくてもその公演自体に入ってくださっている方はその日を楽しみにして来てくださってるわけだから、私はその気持ちがめちゃくちゃ嬉しいと思うし、全体として少なかったかとしてもね、来てくださってる方にやっぱり楽しんでもらいたいと思うから、なんかそのもちろん人数が多い方が埋まってる方がなんか気持ちとしてもね、まあ嬉しいっていう気持ちもあるかもしれないけど、でもその人数が多いか少ないかで自分のモチベーションを上げ下げするのは違うと思ってるので、それはさやっぱりどの公演でもさみんなを楽しみにして来てくださってるわけだから、なんか今日は少ないからやる気出ないなとかじゃないじゃん絶対に。だからそれはなんか自分で絶対にそうしたくないと思ってるから、なのでそのたとえね見に来てくださってる方がその子はね少なかったとしても、私は一回一回をめっちゃ大事にしたいし楽しみたいし、その中でもこう初めての方だったりとか、なんか人数が少ないからこそ、まあステージ側の人数は減ってはないんだけどさ、そうでもなんかこうこっちもこう視野が広がるから、自分のサイリウムを振ってくださってる方だけじゃなくて、なんか他のファンの方もなんか見れたりするからこそ、目が合うと向こうも気になってくれるかもしれないし、それはそれでこっちにもチャンスがあるからって思うと、私はねその人数の少ない公演、見に来てくださる方がね少ない公演でも私はすごい楽しいなって思ってるのでもちろんこれむしろなこれからみんなで一緒に増やしていけたらいいなっていう気持ちなので、しかもねなんかいっぱい立ってるからこそさ分かるじゃん、今日は多いとか今日は少ないとかさ分かるから、分かるからこそなんかそれを自分のモチベーションで変えちゃうんじゃなくて、ちゃんと一回一回同じテンションでっていうのもあれだけど入れたらいいなってすごく思ってるので、そう頑張っていきましょう。頑張りますかった今日もこれやればいいと思ってるから今日とりあえずこれやればいいと思ってるから頑張りますかった、すごい楽しかったです今日の公演もいいの見つけた。でもそれマスカット食べた日しか使えないから、今日しか使えない今日しか使えないマスカットね、でもねなんか当日券もねなんかやるみたいなことずっと言っててやってないからね、早くできるといいね。どうなんだろう、でもさとりあえず一歩進んだわけじゃん、この連番ができるようになったっていう、それもさずっとできるようになってほしいって言われてたじゃん、もうコロナ禍の時からずっと言われてて、なんかさなんだかんだでちゃんと進んでるんだよね。だってさよく考えてごらんよ、あのなんか幕外してほしいとかさあの最前のさ3列のこのなんかフェイスガードみたいなのいらないとかさ、なんかもう一個飛ばしじゃなくていいんじゃないかとかさ、声出し解禁しろとかさ連番早くさせてくれとかさずっと言ってたじゃんでそれがまあさなんだかんだでちゃんと進んでるわけじゃん、元に戻ってきてるわけじゃないですか、そうちゃんと進んでるんで、みんなね贅沢なんだよみんな思い出してごらんよ、だんだんちゃんとさみんなの要望をさ聞いてもらってるじゃんだ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 んさ進んでるよちゃんと。そう
だからね、しかも当日券についてはこっちから言ってんだからさ、当日券今後やりますってこっちから言ってることなんだからさね。だからそれはまあいずれやるんじゃない。だからさ、まあもうちょっと待ってて見たらいいんじゃないかな。もうちょっと待ってみたらいいんじゃないかな。そう、私たちもだってね、その方が来てくださる方が増えるんだったらもちろん早くやってほしいと思うし、そう、そうなんですよ。なのでね、まあ、ちょっとずつちゃんと進んでるから、もうちょっと待っててください。待ちますかと。みんなも今日それ使えばいいと思ってるでしょ。期待ます、期待は噛んじゃったじゃん。期待してますかと。いいよいいよ、そうだよみんな。だからまあもうちょっと待っててください、当日券とか。あとなんかキャンセルできるようにしてほしいとかね。なんかそのシステム上はちょっと私もよくわからないんですけれども、ちょっとシステムのことに関しては言われてもちょっとわからないんですけれども、はい、でもまあちゃんとね、きっとスタッフさんも皆さんのことを考えてくださってるから、一緒に頑張りましょう。そうよ、だってファンの皆さんとメンバーとやっぱスタッフさんとそれぞれが頑張らないとね、進めないからね。うん、だから皆さんぜひお友達とか、まだ公演に来たことない方とか、ちょっとぜひ連れてきて。え、だってさ、あれだよね、なんかそのファン総会で言ってたさ、そのなんだっけ、ガッタファンに登録している方のご招待で連れてくる同伴の方は公演自体は無料です。ただしチャットは必ず登録してくださいみたいなやつだから、ってことはつまり実質550円でその人は公演見れるってことってことですよね、多分ね。そういうことになりますよね。研修で公演視察を検討中。それマジで言ってる？本当に？もうなんか総出できちゃうじゃん。職場の方総出できちゃうじゃんね。いいよ、いつでも大歓迎です。逆にいいんですか？なんか何の研修ってなるけど。逆にどうなの？いいのかな。でも本当にぜひ知り合いとか連れてきていただけたら嬉しいです。とても。岡田さんのチャットだとタダになっちゃうじゃん。それはダメなんじゃない？さすがにメンバーのチャットじゃないとダメなんじゃない？まずは友達作ります。頑張りますかと。え、でもすごい本当に、うん、嬉しいですね。いろんな方にやっぱ興味を持ってもらえたらいいなって思うし、うん、ねえ、だから本当にさ、公演さ出てないとさ、めっちゃもったいないじゃん、そんなこと言って。だってその制度始まっちゃったらみんなさ、こぞってさ友達とか連れてくるじゃん。そんなチャンスに出てないだなんてさ、もったいなさすぎて。絶対出たいんだけど、いっぱい出てやるからな。そう、でもね、今日もね、そのユニットだけとかでもね、サイリウム振ってくださる方もめちゃくちゃ多かったから、
嬉しい。なので、まあ、そういう方が今度はユニットだけじゃなくて他の曲でも振ってくださるようになれたらね、一番いいと思うので頑張ります。確かに学生の方、そうだね、あまり見ないかも。逆に6時半開演になってさ、学生が減ったんじゃない？学校終わりにしてはちょっと遅いもんね。まあ余裕があると思えばあるけど、どうなの？お仕事終わりの方はね、6時半の方がありがたいっていう方が多いかもしれないけど、学校終わりってなると絶妙な時間じゃない？放課後ちょっとどっかで時間潰さないとみたいなのもね、もしかしたらあるかもしれないし。そうそう、帰りもね遅くなっちゃう。県外の方とかはでもそうだよね、6時半開演になることで帰りの新幹線間に合うかなみたいなところあるよね、多分ね、うん、なんかこの前の時とかさ、大丈夫だったかな、あのギコ伝やった時とか何にも言わずにサプライズでさ9時半ぐらいまで公演やっちゃったじゃん。みんな帰れたかな、あの日公演に来てくださった方とかね、大丈夫だったかな。学校終わりに劇場に走ってね、そうだよね、やっぱ学生だとなかなか時間ね微妙だったよね。6時は6時で、でも6時半の方はやっぱ学生もありがたいのかな、どうなんだろう。ね、びしょ濡れになる。え、わかる、この前の公演よりめっちゃ雨降ってたよね。わかる、びっくりした。そうだよね、そうなんだ、びっくりした。今日も雨降るかなって思ったけど今日は大丈夫だった。え、待って、なんか私何か話そうと思って忘れちゃった。え、なんか話さなきゃいけないと思ってたんだけど、何の話しようとしたんだかすっかり忘れてしまった。何だったと思う？何の話しようと思ったんだっけ。待って、めっちゃ思い出したいのに何だったか全然思い出せない。なんだ、オンラインオフラインの支払い、あ、それは大事。それは大事、でも多分それじゃない、それもそうなんだけどそれじゃない。なんだっけ、実は今日は、いや、シャインマスカット派、普通にシャインマスカットです。いや、で、なん、はあ、なんだっけ、絶対何か話しておきたいと思ったことがあったんだけれども忘れてしまいました。なんだっけ。サインはちなみに他行まで行った。昨日頑張って進めて他行まで行きました。まだね、今3分の1ぐらいしか終わってない。めちゃくちゃ頑張ってんだけどな、めちゃくちゃ頑張ってんだけどまだ他行までしか行ってない。待って、本当に思い出せないんだけど、なんだっけ、あ、そう、昨日ラジオトーク30分しかできなくてすいません。あ、そうだ、それでさ、ラジオトークでさ、昨日さ、カホからの宿題でさ、なんか運動会の種目みたいな、好きだった運動会の種目みたいなさ言ってたじゃん。それがさ今日のさ
ラブ修行終わりの MC で全く同じこと言っててさ、全く同じこと喋っちゃったタイヤ引きの話とかさ、騎馬戦のさ横の人とかさ、でも昨日ラジオトークで喋っちゃったんだわって思いながらそう、全く同じ話しちゃった。でもよかった、みんながみんな運動できない人で。いやそうなんだよね、本当に運動会の思い出っていい思い出一つもない本当に一つもない、うん、同じ話しちゃった。え、あとさ、なんかさ、私あれやった記憶がある、なんかぐるぐるハリケーンって知ってますかこれで通じんのかな、ぐるぐるハリケーンって知ってます？なんかこう竹の棒みたいなやつを5人ぐらいで持って、なんか一斉に走るやつ、一斉に走って、なんかそのコーンでこうなんか折り返しっていうかさ、ぐるぐる回るんだけど、そのあの一番コーンに近い側の人はさ、こう回るのめっちゃちっちゃいじゃん。でもさ、こう棒の一番端っこ側の人はさ、めちゃくちゃ回んなきゃいけないじゃん。なんかそのなんていうの、あの頑張るさ、差っていうかさ、そのスピード感がさ違くって、なんかそれですごい団結力が問われるみたいなやつ、あれやった記憶ある。あれぐるぐるハリケーンじゃないのかな、え、ぐるぐるハリケーンじゃ通じない、ちょっと調べてみよう。私はぐるぐるハリケーンだと思ってたんだけど、違うのかな。それをやった記憶がある、中学校1年生の時。え、ほらやっぱぐるぐるハリケーンだよ、調べてみて、ぐるぐるハリケーンで出てくるよやっぱそうなんだよ。そうそう、これこれこれ、台風の目。あー、すごい、ぐるぐるハリケーンで合ってたそう、もうやった記憶がある。でもそんぐらい、わかる、ぐるぐるハリケーンって正式名称なんだ。台風の目もあった、調べた、それもやった記憶があります。あとなんかさ、二人三脚みたいな、三人四脚、え、何人だったか忘れたけど、でもそれぐらい、4人5脚は絶対はないから、三人四脚とかかな、もやった記憶ある。とかじゃない、でも別にこれといって思い入れはないです、どの種目も別に思い入れはないよね。うわ、ダメだ、やっぱ何の話したかったか全然思い出せないや。え、そう、騎馬戦ね、わかる、やっぱさ、そうなんだ、私たちのポジションって。そうなんだよ、だって私と萌ちゃんってなんかシルエットが一緒じゃないですか、身長もそのなんかその体格骨格的にも多分一緒で、あのどうして私たちがいつも最後なのかっていうと、身長があるからまずその上には絶対に行かないんですよね、その絶対に支える側なんですけど、でもなんか支える側のこの真ん中の人って結構重要ポジションじゃん、なんかがっちりした人っていうかさ、支えられる人じゃないとさ、なんか真ん中ポジションに選ばれないっていうか、私たちはなんか多分ヒョロヒョロしててヒョロヒョロしてて、多分その真ん中も主力に置かれないみたいな、とりあえず横で支えとけみたいな、多分横に追いやられたタイプだと思う。私と萌ちゃん同じ境遇で多分そのポジションにいたと思う。真ん中はさ、やっぱさ、こう大事だから、走ったりとかしなきゃいけないからヒョロヒョロしたやつは真ん中に置けないんですよ、多分ねそうなんですよ。そう、え、でもさ、これはこれで困るんですけど、
そう、私と萌ちゃんがサイドやんなら多分超最強なの。でもなんかめっちゃ隣の人と身長差あったりとかするとさ、そのサイドで支える側の人が身長差があったら、それはそれで困らんみたいな、乗る人ずっとこういう体勢になるじゃんそうだから結局なんかその身長の高いヒョロヒョロしたやつは使えないんですよ、騎馬戦において。同じぐらいのさ体格の人がさ隣にいればさ話は別だけど、そう隣の人もがちっちゃかったらどうするのっていうそうだから私と萌ちゃんがサイドに行ったら多分最強だと思う。そうあくまでも私たちはサイドポジションなんですよね。そう絶対に真ん中とかなったことない。いや上に乗る人も大変だよね、そんなこと言ったらさ隣にレイちゃん私とレイちゃんで横を支えるってこと、上に乗る人めっちゃ大変だなきっと私はね上に乗れない、あの多分性格的な問題じゃない、そこはガツガツいけないからはぁーずっとこうなっちゃう。でも抑えちゃいけないでしょ、気ませんって、ずっとこうなっちゃう上に乗って。だから多分それはできない、上は上でできないと思 う。なんか上に乗る人こそレイちゃんみたいな人が多くない、なんかちょっと身長ちっちゃめのなんかこうガツガツいける人っていうかさ、運動神経のいい人が大体上に乗ってる気がする。そうだからなんかあるんですよ、なんかミユ軽そうだから上行きなよって言われて、最初ね騎馬戦とかで上を勧められて上に乗るんだけど、あの上がでかい、下がさ身長低めで上にでかいやつが乗っちゃうとバランスが保てなくなるのねそれでなんかあごめんってなって上から除外されるタイプの人だからだから上には乗ったことがなかった気はせん、なんだかんだで横の人なんですよね。そうでもめちゃくちゃなんかわかるって感じだった、萌ちゃんの話聞いてた時体育運動会ね本当に何も思い出ない。なんかマラソン大会とかもさあったじゃん、本当に別にマラソン大会も速くないしなんかあの私のね小学校、まあ、マラソン大会小学校の時しかもなかったんですけど、私の小学校にいつもマラソン大会で1位を争ってる女の子3人がいたんですよ。でその3人めちゃくちゃ可愛くて、全員揃って可愛いの、全員揃って可愛くて足が速いんですよ。小学生においてモテる基準って足速いって結構上位に入ってくるじゃないですかでそのマラソン大会で毎年もう6年間ずっと上位3位に入ってる子がみんな揃いも揃って可愛かったの。だからもうでもそれぞれタイプが違ったんで、顔のタイプは全員可愛いんだけど、全員可愛くて足速いんだけど、それぞれ可愛いタイプが違って、そうだしなんかもうその3人がいつも1位を争ってたみたいな感じだったから、そうだからもうさもうその子たちしかモテないみたいなそれ以外の人たちはもうなんかそのモテる権限もないレベルで、すごいなんかそうそれぐらい強い女の子たちがいたんですよ私の学校に。そうでも私はその小学校の時からそのどうしたらいかに周りに可愛いと思ってもらえるかをずっと考えていたからでもかといってそんな急に足が速くなることはできないから、そうだからその足の速い子の走り方を研究してた。走り方研究したら速くなるかなと思ったけど、まあ実際そんなことはなくて、でも走り方可愛かったから走り方真似した
え、そう、今もその走り方しちゃう。だからそうなんだよ。なんか本当にもうその子たちしかモテなかった、小学校の時。何なんだろうね、その小学生の足が速いっていうモテる基準。何なんだろうね。で本当に強かったの、もう何も勝てない、マラソン大会においても可愛さにおいても何も勝てないみたいな。そう、レッツゲットの最初、レッツゲットの最初なんて私どういう走り方してる？全然わからないんだけど、わかんないよ。でも走るときそう、なんかいつもそういう走り方しちゃう、うん。男は足が速い方が人気あった。でもね、でも私の小学校じゃあ誰が一番足速かったのかなってわかんないんだよね。誰が、なんかそういう女の子は本当にもう毎年その3人が上位を争ってたんだけど、なんか男の子って誰が1位だったかとか記憶ない。記憶ないし、なんかそんなもう毎年絶対に上位にいるみたいな人ってあんまりいなかった気がするんだよな。そう、 DM 見てみて、確かに見たら早かった。じゃんじゃん、あ、思い出したー、今これ開いて思い出したよ。私が喋りたかったこと、サマーソングセットリスト公演の話したかったんだった。そうだった、ありがとう、 DMM 見ろって言ってくれて。そうだった、思い出した。そう、見た、サマーソングセットリスト公演、その話をしたかったの。これその汗、そうなのよ。そう、なんかそう昨日ね、私ぎこちない通学電車がめちゃくちゃ好きなんだけど、そのこの前の公演の時にぎこ電をさやったんですよ、特別にね。そう、それでぎこ電好きすぎてもう一回見返そうと思って DMM 開いたの、昨日の夜、夜ってか夕方くらいか、昨日の夕方。ギコ伝が好きすぎてめちゃくちゃ楽しかったから、もう一回自分で見返そうと思って、あの DMM 開いたらサマーソングセットリストコインが更新されてて、えっ！？ってなって、見なきゃじゃんってなって、もしかしてまだこれ誰も気づいてないんじゃないかと思って、すぐにチャットでサマーソングセットリストコイン更新されたよって言ったの。そう、多分さ、だってまだ DMM の公式さんもさツイートとかしてなかったから、多分誰よりも先に気づいた自信ある。とか何時から更新されてたのか知らないけど、そう、昨日の夕方たまたまギコ伝を見ようと思って DMM を開いたらサマソングが更新されてて、で私はその話を今したかったのにずっと思い出せなくって、たまたま今 DMM を見ろって言われたから開いたら思い出した。ありがとう。そんで私は今からレッツゲットの走る瞬間を見るっていう。違った。ちなみに言うと違った。なんか私の小学校の時にめっちゃモテてたってか、足の速かったモテる女の子の走り方はこうだった。でもまあちょっと近いから、いつもレッツゲットの時はもうこうやって走ってる。なんか狭いのよ、いつも狭くてぶつかりそうだからいつもこうやって走ってるけど、本当のその小学生の時に習得した可愛い走り方はこうです。ちなみになんか大事なポイントは手首をこうするのと脇を開く。絶対さ速くないよね、こんな走り方。そう、でもこの走り方で速かったんですよ、私の小学校の時にいた可愛い女の子。だからもうずっと真似してこの走り方でも全然速くならなかった。めっちゃ遅い人の、え、そうなんだよね。でもなんか本当に速かったんだよね、この地球も速、なんか走り方可愛かった。
そうなんです。私はね、そうやってね、小学生の時からね、可愛い人の可愛い仕草盗んで生きてきたからそうやって今の私は作られているんで、世の中にいる可愛い人たちをずっと観察して盗み取ってきたから。それでそうなんです、サマーソングセットリスト公演めっちゃ見てほしい。そう、僕はリレー全国出てるやつの引き立て役でくれるっていう演出をしてあげた。ねえ、本当にやってる？いい人すぎるじゃん。そうだよ、私本当にね、別にさ、自分でさ、あざといとか思ってないですよ。なんかそう言うとさ、なんかまたまたみたいなことをさ、なる。今日のさ、自己紹介 MC もそうで、なんかもうさ、私喋る前から隣の人たち笑ってんの、めっちゃもうさ、喋った瞬間から帰りがめっちゃ爆笑しててさ、なんか釣られてさ、マリナさんとナナミもさ、めっちゃ爆笑しててさ、なんかすごい私が喋った瞬間にめっちゃ笑われたんだけど、違うの、なんか別に私は狙ってるわけではない、狙ってるわけではないって、狙ってはいるけど、あの別に自分であざとくしよう、あざといと思ってない。あの、どうしたら可愛く見られるかは狙ってる、それは確かに狙ってるけどそう、でも別にあざとくしてやろうと思ってやってるわけじゃないんですよね。そう、そうなのよ、すごい、うん、でもさ、これさ、この前さ、リカさんとロケしてた時も話してたよ、その話を。そう、なんかすごい、でもいいね、そういうキャラみたいなのがあってみたいな、リカさんに言われて、いや違う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 、それつけたのあなただからって話になったんですよ。なんかめっちゃね、そう、懐かしいあざと警察の話とかをしてて、リカさんと。そうもうミーはね、こういう人なんですよみたいな風にさ、スタッフさんにさ紹介するから、私のことを。そう、違う違う違う、そのキャラつけたのリカさんだからって話をね、そうしてたんだよね。そう、いやでも本当にそう、多分リカさんのそのあざと警察とかが なかったら今こうなってないいいのか悪いのか分かんないけどもうなんか、そ、この前それで一緒にロケしてた時に聞いた話によると、なんともう、その今まではそ、今まではってか最初の方はあざと警察で、なんかそのメンバーのあざとい写真を探してたらしいんだけど、もうなんか中盤になってきてからは、とりあえず見えんとこから探しとけばあるかってなって、もう私すごい確定されてたらしい一枠もう私で固定されてたらしい。そりゃ頻繁に出てくるわけだわって思ったよねもうとりあえず1個ミューのとこから探しとこうみたいな感じで、なんかそう狙われてたそう、まあでもね、そう、それがあったから、まあ今あると思ったらね、良かったのかな、わかんないけどわからないけど、そう、そんなことがね、あったんです。あ、違う違う、そう、それでサマーソングセットリスト公演の話をしようと思ってたんだった。見て、本当にめちゃくちゃ楽しかったからね、あの来られなかった方も、そう、見に来てくださった方もぜひ見てほしい。めっちゃ見てほしいです。てか、なんかすごい自分が楽しそうだった見返してて、なんかさ、わかるじゃん、自分でもやっぱ見ててさ、なんか
楽しそうに踊ってるとかさ、なんかこの時の表情いいなとか自分で見返してても思うんだけど、なんかすごい楽しそうだった。サマーソングセットリスト公演やってる自分がなんかめっちゃ楽しかったんだよね。大変だったけど、昼夜一緒です、セトリ全く一緒。あの花江のハッピーバースデーがあるかないかとジャガイモの宣伝があるかないかだけです、昼夜の違いは。そうなんか普通に楽しかった。大変だったけど1週間しかなかったから、覚える時間が1週間しかなかったから大変ではあったけど、でもやっぱ普段やらない曲とかいっぱいできたから、そうすごく楽しかったのでめっちゃ見てほしい。そうなの。てかなんか最近さ、すごいさ、なんて言ったらいいんだろう、まあ普通に公演自体めちゃくちゃ楽しいのもあるんだけど、なんかなんて言ったらいいんだろうな、なんかパワーの出し方をパワーの出し方、オーラの出し方、なんだろう、なんかわかんないけど、なんか習得したんですよ最近公演に出すぎて。なんかこの今ステージに立ってる人の中で一番自分が輝いてやろうみたいな、なんかパワーを発揮できる瞬間みたいなのがあって、なんか引きつけてやるみたいな、わかんない、オーラ、パワーわかんないんだけど、でそれは実際に目に見えるものかって言ったら絶対に見えないものなんだけど絶対に見えないものなんだけど、なんかそのすごいさ、今だみたいな瞬間でなんか出せてる気がしてるだけかもしれないけど、だって実際には目には見えないからわかんないけど、なんかでもそうふっていう力が入る瞬間みたいなのがあって、公演出てる時に、そうだから実際に目に見えるものではないんだけど、でも多分顔、表情とか多分わかるんじゃないかなって思って、なんか見てみてほしい見てみてほしいっていうか、その引きつけるぞみたいなパワーをこれからも出すから、ちゃんと引きつけられてください、皆さんそうなんか一番輝いてやるみたいな瞬間がたまにあるんで、公演を通して、そうそうなんだから、ちょっとよく見てて、ちょっとじゃあもう11時になるから終わりにしようかな、ランキングを読んで。ランキング読みます。13位ケイタさん、ありがとうございます。12位サバサンドさん、ありがとうございます。11位トッシーさん、ありがとうございます。10位シンゴさん、ありがとうございます。9位ヨッシーさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位ラーマさん、ありがとうございます。6位ヨッシーさん、ありがとうございます。5位ヒーロさん、ありがとうございます。4位のサラさん、ありがとうございます。3位雪だるまさん、ありがとうございます。2位ほしーさん、ありがとうございます。1位クルトンさん、ありがとうございます。次はもうあさってね、公演だから。あ、そうだ、あのね、私もうすぐ髪の毛を染めるのよ。もうすぐ髪の毛を染めて切るの。何センチぐらいかな、でも5センチぐらい切ってもいいなって思ってんだよね。これぐらい、まあ大して変わんないんですけど、5センチ、10センチはちょっと切りすぎかな、5センチぐらいかな、ちょっと切ろうと思ってんだよね。
で髪色もさもうすぐ変えるから、次が最後だから月曜日には髪色変わってるうん、一番長いかもね。サーヤもね髪切ったからね、夢と同じぐらいかな。今夢とスモちゃんが髪長いぐらいじゃない。そうなの。だから月曜日には髪色変わるから、だから次の土曜日の公演が最後です。今の髪の長さと髪色だから楽しみにしててねありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。